こんにちは、土の子です。今日はポケ取りじゃねえや。こんにちは、土の子です。今日はバチトレセンター更新日、こんにちは。祝イラスト交換日記配信。今週は日記姉さん祭り。イラスト交換日記知ってるっすか？ソフトのダウンロードは無料っすよ。僕もね、ちょっとダウンロードしてみた。フレンドと交換日記ができるソフトっす。ガイド役は日記姉さんっすかね。日記姉さんにソフトの使い方を教えてもらいながら交換日記するっす。日記は描きたいけど絵は苦手っていうお客さんに嬉しい機能も。ソフトの中でイラストの練習ができるレッスンが買えるっす。スーパーマリオが描けるようになった。いろいろ描く練習できるんだ。マリオ、動物の森、ゼルダの伝説とかのキャラを描くレッスンっすね。自分もレッスンに挑戦してみるっす。これはスプラトゥーンのガールの横顔。ああ、いいじゃんいいじゃん。なんかもっちりしてるね、顔が。おお、上がお手本で下が自分の描いてる絵っす。まずは真似してイラストを描くっす。おお、いいじゃんいいじゃん。似てる似てる。こんな感じで1分で完成。お手本の描き順も見られるのが参考になるっすね。いいね、なぞるんじゃなくてちゃんと見て描いて、こんなにうまかったらいいんじゃない。今度はヨッシーにも挑戦。さっきより難しくてなぞれる線はなしで。あ、なぞり線なしか。1分で完成。色は違ったけど練習したらものにできそうっすね。本当になんか手書きで書いたって感じだね。バイト君マジで書いたのこれ。ちなみにレッスンを買うと新しい色ペンや便箋ももらえるっすよ。あ、大事なこと言い忘れてたっす。このソフトのすごい機能なんですけど、なんだろう、バチが使える女子力、女子力が上がる。そうです、バイトだって女子力の高い人気がいつかは書けますよね。よし、書いちゃってたの。女子力も上がるかもっすけど、バッチをシールにして日記に貼れちゃうっす。いいね、シールにして送れるんだ。交換日記をデコれちゃう。お客さんのバッチコレクションが火を吹くっすよ。なんか確か使えないバッチもあるんじゃなかったかな、あの版権の問題で。これでうちの店でゲットしたバッジをフレンドに見せたりできるっすね。ちなみにこのバッジが貼れる紙機能は日記かイラストを9通書くと使えるっす。日記に使えるバッジの種類はこれから増えていくみたいっすよ。あー、なるほど、これから増えていく。これからなんかあの権利関係をなんとかするのかな。ってことで今週は日記姉さんの新バッジが3種類も登場。久しぶり日記さん。セリフ付きのバッジは新しいっす。日記にデコりたくなるデザインっすね。クリスマスカードとか年賀状もバッジでデコるといい感じになりそうっす。妖怪ウォッチにも新バッジが登場。百鬼姫は感情を失っているとか本当？桃太郎にゃんとお供の犬にゃん、猿にゃん、キジにゃんも。土の子来ないかな。犬にゃん、たった5文字にすごい矛盾を感じる妖怪さん。あ、本当だね、確かにね。どっちなんだっていう。じゃあ今週も金土日と無料プレイプレゼント、バイトからの特別な日記も準備中。イラスト交換日記をダウンロードっす。ほほー、さてさて見ていきましょうか。うわー、猫くんかわいいな。なんだこれ、おへそ、あれおへそ出ちゃってる。これちょっとコロコロ系ですね。そしてこれ、これも定番、ニッキーさんが詰まって落ちない系ね。そしてそして、お、ちょっと変わりましたね。これ反動で左に行かなくなってんのかな。右から2個目はちょっといまいち、どっから狙ったらいいか分かんない。これはちょっとアドバイスを待とうか。そしてもうすぐに妖怪ウォッチの台来ましたね。百鬼姫、デビビラン、桃太郎にゃん、そして猿にゃん、犬にゃん、犬にゃん取りにくい位置あるね。さらにキジにゃんと、おっと、そしてロコンということは今回台数すごい少ないですね。8台、これはコンプできるかな。今週は狙っていきましょうか。さあちょっとこれやっていきましょうか。結構地道になってしまいますが、あのね、羽がちょっとつるっといきそうで怖いので、右から取っていきましょうか。1,2,3手狙いでいきます。まずは便箋を落として、ペンたちを掴んでいきます。はい、これそのまま下に落としてってしっかり掴む。よし、オッケー。まず1手目で綺麗にした方がいいような気がしました。
そして猫くんを掴んできます。はい、ぐーっと、どうだ、うわ落としそう。あーでも行きましたね。さあこっからどうなっていくか見ものですな。はい、まずは猫くんゲット。おしゃれプレイは練習台の後で。今日の練習キャッチャーはナッシーの台ですね。アローラの姿、強い日差しでこんなに長く。で練習スタート。いろいろ見えてないからね、ナッシー面白いよ。本編でね全部はみ出ちゃってるナッシーの頭が。さあここをちょっとグイッと狙ってみちゃおうか、ラッタの方。あでもラッタ失敗したよね。どうしようかな、もう一回ちょっとチャレンジしてみようか。もう一回チャレンジだ。はい、うわーやっぱりちょっと、おーっおーっ、あーっもうやっぱりこうなるよ。もう一回同じように、なんか本番と同じことやってる。グイッと掴んでラッタを、ラッタをプーン。ああ最悪になったわ。ちょっとラッタを掴まないとどうにもならないんだけど、いけ、書き出せ。はいはい、やっぱり狙っちゃダメだよみんな。狙って成功したらうまくいくけども、失敗したら目も当てられないぜ。3枚小当たりお願いします。ピッ、はい、オッケー。さあちょっと揺らしてみようかな。さすがのり付けが入ってるから動かないか。お動くね。ちょっと揺らします。なるほど、これがまあラストみたいな感じかな。いきましょうか。じゃあ掴んでいきましょう。ほい、グイッと。大丈夫だよね、頼む。よし、ニッキーさんがちょっと落ちなかったな。これどっちから狙った方がいいだろう。はい、パンダくんゲット。おしゃれプレイもいっちゃうよ。まあやっぱりアームが邪魔しない左側がいいか。左側行きましょう。せーの、ほい、どうだ、グリーンと。よし、いったね。オッケー、はい、コンプすることできました。4手でしたね。うまく動いてくれたら3手もありえたけど。よし、残りこれいきましょうか。サルニャン、まずは奥から取っていきます。あ、しまったいろいろちょっとやらかした、いろいろやらかしたぞこれ。まさか、いけ、あーやっべえなこれ。ちょっと待てよ、ここはサルニャンつかみで書き出した方がいいか。ギリギリで、あー違う、違った、やべ、いけ、これはサルニャンをつかみますね。ちょっとミスりました、コンプはできなかったな。また手数かかっちゃうねこれ。大丈夫だよね、 OK。 まあ最奥のバッジが取れたからなんとかなるでしょう。ここはあまり手数で狙っていきたいと思います。はい、サルニャンとニッキーさんゲット。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。電線に止まったスズメを見上げる猫、お腹すいたんすか。なんとも哀愁漂う猫、額に入れて飾っておきたいっす。そうだね、うちの猫たちもやっぱり鳥がいるとこういう風にね見上げるもんね。なんとなく風情を感じますな。
はい、今日はここら辺で終わると思います。今日はね、ニッキーさんの交換日記の台が3台追加されましたね。で、その他にも、桃太郎ニャンやキジニャン、サルニャン、犬ニャンの、台が来て、計8台とちょっと少なめなので、今週はね、コンプ狙っていきたいかなと思います。それじゃあまた明日もね、楽しくバチ取っていこうと思うので、よかったらまた明日も見てください。それじゃあ土の子でした。